今年のテーマはね、風雷棒ということで、風に雷と書いて風雷棒、風神大臣に扮して踊ってまいりたいと思います。本来の風雷棒という意味、どこからともなくやってくる、その意味も交えまして風神大臣の成長する姿、その方も楽しみに、見ていただければと思います。それでは破天荒参りましょう。構え、金色の屏風絵で有名な風神様と大臣様、この二人が立派な神様になる前の物語。はい、竹子さんありがとうございました。
今回は皆様の心の上に届きましたね。